商品デビュー専門の J です。皆さん、アクションカメラ使ってますか？最近安くなったから、もう使ってる人多いですよね。ただ使ってると不満も出てくるんですよね。アクションカメラ、後でちょっと切り出したいなとか、すごくブレてるからもうちょっと手ブレ補正したい。動画編集ソフトとか、VFX のソフトを使えば、後からそういうことできるんだけど、まあ、元のデータを引き伸ばしますので、映像荒れます。あ、だったら高解像度のアクションカメラ。まあ、ただ高解像度のもの、非常に高いんですよね。まあ、ちょっとそんな高いものは買えないよ。それ安いカメラ。安くで撮影できて嬉しいんだけど、まあ、安い拡大のカメラで、もうちょっと解像度を増やしたい。まあ、あと他にはスローモーションですね。スポーツ撮影といったらスローモーションですよ。まあ、その時に普通のカメラでスローモーションできるんだけど、カクカクするんですよ。まあ、それはもちろんそうですよ。普通に撮って秒間30コマ。30コマって普通のテレビなんですよね。それを2分の1にスローにすると、秒間15コマ。4分の1でだいたい8コマですね。8コマぐらいになるとガタガタしますよ。だから安いカメラの悩みって、まずは解像度が低い。それとスローモーションにした時にガタガタになる。その2つなんですよ。で今回 Y ミュース様から提供を受けました。こちら。こちらは後から拡大してもスローモーションにしても綺麗です。こちらが本体。防水ハウジングについてる。もうこの形、おなじみですよね。一番最初のメーカーがこういうものを作りましたので、もうこの形に集約されてるんですよね。まあこれが標準的な形になってる。まああと全てのボタン操作。このハウジングに入れたままできますね。電源スイッチも操作できる。シャッターも切れる。モード設定もできる。だからスクーバーとか行ってる人。撮影ポイントまで電源をオフにしていくことができますね。まあこれ欠点でもあるんですけどね。場合によっては電源ボタンを操作させたくない。そういう場合でも触っちゃうという、そういう欠点もあります。まあ、あとこの Y ミュースのカメラ、キャリングポーチがついてますね。これ嬉しいですね。このカメラって意外に持ち運びにくいんですよね。適当にケースに入れとくと飛び出したレンズが傷ついたり、あと他のものと当たって壊れてしまう。だから専用キャリングポーチです。このポーチ、ちゃんとくり抜けますね。くり抜いた状態で入れることができる。これで安心して持ち運びできますね。他のアクセサリー類も入りますね。バッテリーパックとか、あと三脚取り付けのブラケットとか、大体入ります。だからこれがあれば安全にカメラを持ち運びますね。まあ安いカメラだからって言ってケースって思いますけど、まあ、カメラを守るというよりカメラが壊れた時の撮影機械を守る、そういう理由で使いますからね。防水ハウジングから出せば、まあ、普通のカメラとして使いますね。それこう 4K って書いてありますね。 4K 撮影できます。あ、そうだ、実際にこれ音質もちょっとチェックしてみましょう。暗いトンネルの中に入ってもコントラストを救ってますね。これ高いフレームレートにするとちょっと黒くなっちゃいますね。通常の 30fps とかで撮ってください。出た感じも出る瞬間は白くなりますけど、まあ、それ以外は大丈夫ですね。何を映ってるかが分かる、そのぐらいの映像は撮れますね。音質こんな感じでしたね。そうだ、あとあらかじめこちらで撮影した車載動画見てください。まず 4K ですね。まあ、通常ですと分からないですけど、このように拡大してもそんなに汚くないですよね。これ比較で 4K じゃない動画でやってみるとこんな感じですね。まあ、ちょっと荒れてますよね。このカメラの 4K で撮れば、2倍まで拡大しても荒れないです。あと 4K でも30フレームで撮れますので、普通の映像として使いますね。まあ、次に 720p の120フレーム。この場合スローモーションにしてもスムーズですよね。まあ、普通の30フレームとかをスローモーションにすると、このぐらいガタガタするんですよね。まあ、あとは 1080p の60フレーム。普通の解像度でちょっとスローモーションにしたい。2分の1までスローモーションにしても30個まで再生できますからね。まああとは普通に 1080p の30フレームで撮影したい。とにかくメモリを長く使いたい。データ容量を減らしたい。普通の編集ソフトで編集したい。そういう場合にも対応しますね。アクションカメラ。最近はいろいろ安いものありますけど、まあそういうものですと不満として解像度とフレームレートの問題があるんですよね。より迫力ある映像を撮りたい。より綺麗な映像を撮りたい。そういう場合におすすめなのが Y ミュースのアクションカメラです。 4K 対応です。 720p で120フレームにも対応します。
スポーツやってる人、ぜひ手に入れてみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。